ちは、パーソナルトレーニングスタジオプリマ代表のさきです。今回は股関節が硬い人にぜひ試してほしい、1日10分続ければ体が柔らかくなる全身ストレッチをやっていきます。今回のストレッチ、股関節を中心に全身をほぐしていくので、1日10分続けていただくだけで体がどんどん柔らかくなっていきます。硬くなっているところを気持ちよくほぐせるストレッチになっていますので、ぜひ私と一緒にやってみてくださいね。それでは始めましょう。それではまずは仰向けでスタートします。両膝を曲げた状態で、両手は楽に横に置いていきましょう。両膝を左右に倒していきます。最初はまず体をほぐすことから始めていきますので、本当にご自身がリラックスできる気持ちいいところでやってみてください。呼吸しながら左右に倒していきます。まず股関節から順番に緩めていきます。あと少しです。上半身も頑張りすぎて力が入ってしまう方も多いので、上半身力抜いていくためにも呼吸していきましょう。はい、まっすぐです。では今度両膝を曲げたところから片足を持ち上げていきます。太ももの裏側を両手で支えていきましょう。ここから膝を伸ばしていきます。ポイント、しっかりとももの裏側をストレッチするポイントなんですが、伸ばすときに息を同時に吐いていきましょう。吐くことで力が抜けて、より筋肉が伸びやすくなるので息を吐いていきます。余裕がある方は足首をこんな感じで曲げていきましょう。息を吐きながらぐーっともも裏をストレッチしていきます。足の高さは無理に高く上げる必要はありません。難しい方は少し低めにして行っていただいても大丈夫です。膝も完璧に伸ばさなくても大丈夫ですよ。バッチリです。はーい、 OK です。では反対に変えましょう。では反対も足を持ち上げて、ももの裏側を持っていきます。できる方は足首を曲げていきましょう。初めての方、難しい方は足首は曲げなくて大丈夫で、力を抜いて行っていただければ OK です。息を吐きながらもも裏を伸ばしていきましょう。太ももの裏側も日常でも疲労がたまりやすい部分になるので、ぜひ毎日ケアをしていただけたらと思います。はい、続けていきます。リラックスして行っていきますよ。まず筋肉に集中していきましょう。今はももの裏側のハムストリングスを伸ばしていきます。少しです。今今度は片足を曲げて片手で持ち上げていきます。ここから膝を横に開いていきましょう。ではこの状態でキープしていきます。硬く縮みやすいこの内ももの筋肉をほぐしていきます。足のラインがこう崩れてしまっているのが気になる方で、内ももが硬くなっている方とても多いです。内ももの筋肉をほぐして、綺麗な足のラインを作っていきましょう。股関節に関わる筋肉なので、股関節を柔らかくするためにもとても大事です。リラックスして続けていきましょう。あと少しです。はい、 OK です。では反対に変えます。左足も膝を曲げて、片手で胸の方に近づけていきましょう。横に置いていきます。このままでは膝を横にぐーっと開いていきましょう。気持ちよく内ももほぐしていきます。上半身は力を抜いていきましょう。少しポイントなんですが、体が持っている足の方に傾いてしまうと、この内ももの筋肉伸びにくくなってしまうので、両方の骨盤、左右の肩を天井の方に平行に向けるように意識してみてください。足は無理に高く上げなくても大丈夫です。できるところで行ってくださいね。
リラックスして股関節から少しずつ少しずつ全身をほぐしていきますよ。はい、OK でした。ではこのまま横に向いていきましょう。横向きになります。はい、では、両膝を曲げた状態で手は頭の下に置いていきます。はい、反対の手は前に置いていきましょう。この状態から、かかとをくっつけたまま膝をぐっと開いていきます。ポイントは骨盤が一緒に動かないようにしっかり骨盤を固定したまま行うことです。でもう一つのポイントは、動かすときにお尻のこの内側の奥の方の筋肉を意識していきます。表面のイメージは表面の筋肉でぐっと頑張って足の力で開くという感じではなく、本当にこのお尻の内側の方からぐーっとこう股関節を開いていくようなイメージで行ってみてください。息を吐きながら開いて閉じる。あと少しです。はい、 OK です。では反対に変えましょう。さあ、では反対も準備していきます。膝を曲げた状態、だいたい膝は直角で曲げていきます。繰り返していきます。さあ、私のスタジオプリマでもこう、運動が苦手な方がこうたくさんいらっしゃるんですが、本当にこう体になるべく負担をかけないようにしながら、全身を気持ちよく伸ばすようなエクササイズで綺麗な体作りをしています。体型のことで悩んでいる女性が、少しでも無理なく、長く綺麗なスタイルを維持していただけたらという思いで、私たちプリマの講師は頑張っています。あと少しです。はい、 OK です。では次はうつ伏せでいきましょう。うつ伏せになります。で、両手は体の前に置いておいてください。片足膝を曲げた状態で、この足を反対の足の外側にクロスしていきます。で、これは本当にできるところまでで大丈夫なので、無理にこうたくさんひねることができなくても大丈夫ですよ。綺麗なこうしなやかな体を作るために、こう過度な負荷や可動域を使う必要はないんです。ご自分の中のできる範囲で行っていただければ、綺麗なスタイルが手に入るので、少しずつ無理のないようにやっていきましょう。あと少しです。さあ、体の前面から関節気持ちよく伸ばしていきます。はい、 OK です。ではゆっくりで大丈夫なので反対に変えていきましょう。ここまでよく頑張りました。残りあと少しです。それでは反対の膝を曲げてゆっくりクロスしていきましょう。できるところまでで大丈夫なので、お腹から股関節、それから太ももの前側、気持ちよく伸ばしていきます。で、ちょっと辛いなという方は途中一度休憩してからもう一度行っていただいても大丈夫です。とにかくリラックスですよ。深く呼吸していきましょう。気持ちよさがとても大事です。やっぱり楽しくないとなかなか運動って続かないので、気持ちよさや楽しさがある運動だといいと思います。 OK です。今ゆっくり起きてきていただいて、最後は座った状態でストレッチしていきます。今片足を前に出していただいて、両足90度に曲げていきましょう。はい、ではこのまま腰を反らないように気をつけて、骨盤を少し前にぐーっと、体重をかけていきます。このまま両手を上にして、今度は全身をしっかりぐーっと伸ばしていきましょう。さあ、深呼吸をして、腰を無理に反ったりはしないで、滑らかなこうラインを描くようなイメージで気持ちよくほぐしていきます。深呼吸を続けていきましょう。
胸の筋肉から、足まで全身をしっかりほぐしていきます。あと少しです。はい、OK です。では反対に変えていきましょう。では最後のストレッチとなりました。頑張って最後まで一緒にやっていきましょう。では膝を直角に曲げて、まずは前の足をぐーっと曲げていきます。このまま両手を天井に向かってぐーっと高く伸ばすイメージでストレッチをしていきましょう。今日のストレッチは、本当にこう股関節もが中心ですが、全身を伸ばすことができるストレッチになっています。やっぱりその体ってつながっているので、全身をしっかりほぐすことがとても大事だと思っています。全身をほぐすことで腰痛が起きにくくなったり、体のこう様々な不調が改善されるので、少しでもこう不調が少ない体作りをしていただけたらと思います。ラストあと少しです。はい、皆さんお疲れ様でした。しなやかで美しい体作りをするためには体の柔らかさは欠かせないので、ぜひ習慣にして続けていっていただけたらと思います。私の経営するスタジオプリマでは、日本で初めてのバレエとピラティス、筋トレ、ストレッチを組み合わせたパーソナルトレーニングを提供しています。このチャンネルではプリマで提供しているメソッドをより多くの方にお届けするために、厳選したストレッチやエクササイズを配信しています。これなら私にも続けられそうと思った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今公式 LINE では期間限定でバレリーナのようなしなやかで美しい体を作るための無料講座を行っています。 SNS では非公開のエクササイズ動画を無料でプレゼントしているので、この機会にぜひお友達追加して受け取ってください。それでは今日も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。